はい。ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。ファミ通ドットコムさんのねゲームソフト販売本数ランキングが更新されています。これ金曜日毎週更新されてるんですけど、え今回2023年7月17日から2023年7月23日のね最新版なんですけども、1位がピクミン4で、えー、と40万1853本。 2位がゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムで15,616本、累計1775,035万 5, 本、3位がマリオカート・エイト・デラックスで1749本、累計が5385,022万 5, 本ということで、任天堂1、2、3になって、 いますピクミン4なんですけどもまあいつもねこう任天堂のねタイトルに関して言うとスイッチのタイトルは全体的に強いんですけどもピクミンっていうのが毎回ねちょっと不幸なタイトルで不幸って言っていいのかな任天堂のハードがあんまり良くない状態の時に出てるタイトルなんで今まであんまり調子が良くなかったんですよ。 調子が良くないって言い方変なんですけどもピクミンの1作目っていうのがゲームキューブで2001年に発売されてファミ通さんのねランキングで初週が118,486本でスタートしてるんですよで2作目が2004年に発売されたゲームキューブ版でこれが192,901本ってことで1本目の知名度があって2本目が出るとやっぱりボンと伸びるんですよで実際2の方が最終的に累計も 40万本ぐらい1が30万ちょい超えぐらいまでということで2はね 成功してはいるんだけど、でもまあ、ニンテンドーのね、ゲーム機が、まあ、ゲームキューブっていうと、あんまり調子のいい時代じゃなかったんで、とりあえず、そういうような。ニンテンドーのビッグタイトルから比べると、寂しい数字。まあ、他の会社からいくと、十分ビッグタイトルなんですけどもね。で、ピクミン3が Wii U で発売されて、これ2013年なんですけども、初週が10万2188本なんで、ゲームキューブで2作出てから、まあ、まあ、ちょっと時間が空きついっていうところもあるし、あと、Wii U ってハードが、やっぱ Wii に比べると、ちょっと普及しなかった。 とところもあっててガクンままた数字が落ちてますでこ,これに関しては最終的には20万近辺ぐらいまでしか破ツのねランキング的には数字がいかなかったんですけどでただこのッピクミン3の バージョンアップ版、ピクミン3デラックスがスイッチで2020年に出ると、これが初週で17万1349本。新作ピクミン2の時と、ピクミン3デラックス版のマリオカートエイに対するマリオカートエイトデラックスみたいなもんなんだけど、これがズドゾーンと17万ね、いい数字、ね。あの、新作、完全新作じゃないのにズドゾーンといって、最終的には50万台半ばぐらいまで行ってるんですよ。 というよういよなこだからまあニンテンドースイッチのねポテンシャルも助けられてる部分があるんだけども今までちょっとあんまりニンテンドーのハードとしては調子の良くないハードだったとに対してやっぱ調子のいいハードでソフトが新作しかも3デラックスという助走期間があって,いて今回12もねダウンロードで出たりしてるしまあそういうような状況の中で4が40万ドンっていったのでまあ この調子でいくと今後5とか6とかね、あとその、まあ、もしかしたら逆にそのピクミン4で DLC の追加追加ってやっていくとか、まあいろいろと商売が続いていく可能性が出てきたのかなというところです。Nintendo Switch が過去のコンテンツ、まあもともとね、結構 Wii U でいまいちに成功しにくかったものが、ていうかソフトとしては成功してるけど普及しなかったものが Switch にしてこうドーンと広がったっていうのが、まあマリオカーエイ8ドラックスだったりしてたんで、そういうものの中に ピクミン3、ピクミン4というところのね、このつながりもできたんで、まあ今後ね、ルイージマンションも新作的なもので、こう、ガーンっていく可能性もあるだろうし、まあいろいろなこう実験が今後されていくかなというところの第一歩としてはいいのかなまあ今、ニンテンドースイッチのタイトルっていうといまいち新作というか、こう、ガツンと売れそうなものが見えないじゃないですか。毎、ま、週、あ、ね、はみつづさんのそうゲームソフト販売本数ランキングだからパッケージだけなんですけど、パッケージのタイトルがガツンと売れたのが最後、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムなん これもゼルダの完全新作、まあ、新作なんだけども1個「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」があった上での踏み台があってのティアーズっていう感じもするのでそういう意味では次っていうのをこう期待してる中で順調に数字を出したっていうようなピクミン4なのかなというところですちなみに今回のランキング見てみるとピクミン4以外に信長の野望新生ウィズパパーアップキットツイッチ版が4位。 5位が信長の野望新生 With p ー w e r ット PS4 版。あとは26位にワンドオブフォーチュ u R2 が入ってるという感じで、新作はそれだけなんですけども。というか、新作はエビル・ウェスト、クロス・テイルズ、ゼロ・ファイヤー・トープラン・アーケード・ガレージ、信長の野望新生 With p ー w e r ットワン w オブフォーチュ o ン R2。 軸空に沈む悪目白く褒美、ニンテンスイッチ、ピクミン4というのが今回の新作だったんですけども、まあ予想ではね、ピクミン4って予想してたけども、実際には、信長の野望と、ワンズ・オブ・フォーチューン、R2 が入ったということで、ちょっと良かったかなという <laughs> 状況なんですけども、今回のゼルダン伝説なんですけども、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムも2位に入ってはいるんですけども、その一方でね、ブレス・オブ・ザ・ワイルドも今回もランキング的には22位に入っているので、2作がね、 順調に両方入っているということで、まだ未だにね、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムがね、こう、ブレス・オブ・ザ・ワイルドに追いつこうとしてもなかなか追いつけないっていうね、そういう状況になっています。と、信長の野望の新生・ウィズ・パー・アップティットなんですけども、最近ね、PS4 とスイッチがマルチで展開されるタイトルっていうと、スイッチが2倍以上売れてるようなことが多いんですけども、今回ね、信長の野望新生・ウィズ・パー・アップティットに関して言うと、ほぼイーブン。 えっと、スイッチ版が1万633本で PS4 版が1万434本なので、まあ割と拮抗しているというね、珍しいタイトルになります。ちなみにこの、信長の野望新聖、 ウィズパープキットがつかないバージョンなんですけど、これは、この時には PS4 のが若干売れてたんで、まあ、確実にこうスイッチの方が売れるようになってんだけども、まだ信長の野望シリーズに関して言うと PS4 でやってる人も結構根強くいるというか、ファンの傾向としては PS4 も PS5 版がね、マルチで一緒に展開されることになれば、もしかしたらそっちも含めてこう、 PS 陣営が勝つのかなという、まだわからない状況ですね、ここは。で、マインクラフトスプラトゥーン3、あ、スプラトゥーンー、スプラトゥーン3なんですけども、スプラトゥーン2はだいたい5年、6年ぐらいかけて5、5年ちょいかな、5年ちょいぐらいかけて412万642本というのがファミツー .com におけるスプラトゥーン2の販売本数なんですけど、これがまだ1年経ってないスプラトゥーン3が今406万6350本ということで、あと10周もいかないぐらいに抜く のかなというこのね拮抗した状況っていうのはもうしばらく見れるのかなというところです。任天堂スイッチ s w i t c h スポーツがあって、えー、とファイナルファンタジー16だけどまあこれももう。 あんま気にしなくていいのかな。<laughs> まあ40万超えましたってところですね。今4904本なので、ちょっとこの後は定番ラインにするにしてもどんどん下の方にね落ちてくような数字にはなってますね。最近の定番ラインの数字があんまり高くないので、残念ながらここから伸びることあんまないと思うんだけど、だから50万とか行くぐらいこうじわじわ売れるっていう感じには見えないんだけど、ちょっとね。 なかなかこのパッケージとしての消化率は高いので15の時にね結構ドバッと出してドバッと安くなったっていうのに比べると無理をしてない分抑えめで値段抑えめでいって、まあ、ダウンロードの方で売れてるっていうことも考えられるんでねちょっとパッケージファン的にはちょっと寂しいところもあるんだけど商売としては正解なのかなというところです PS5 なんですけども PS5 の時には今5万本超えでグラフ作ってるんですけどもファイナルファンタジー y XVI が PS5 史上一番売れてる タイトルということでダントツトップでグランツーリスモ7に3位がホグワーツレガシーで。 ホライゾンがあって、バイオハザード RE4 っていう、まあそういう順番になってるんですけど、今ね、ストリートファイター6というタイトルがもう少しで5万本いきそうなんですよ。今回のランキングだと、25位1759本で、今累計4万9367本ということで、多分来週もランクインすると5万本超えするんで、ちょっと今ね、早速、フライング気味に5万本超えるソフトにこう入れてるんですけど、 多分ね、PS5 のパッケージとして売れてると中のその上の方のね、FF16 とか、グランツーリスモ7とか、ホライゾンとか、その辺のタイトルっていうと、大体基本的には本体にインストールされてるモデルも含めての数字入ってると思うんですけど、ストリートファイター6はそれがないんで、純粋にパッケージが売れてるという意味では、いい成績なんじゃないかなというところです。 で、あとは、任天堂スイッチ150万超えもね、一応見てるんですけども、今のところもう全体的に任天堂のスイッチタイトルの定番ものってのはじわじわって同じように売れてるんで、特に順位変動ないですね。でちなみにトップ30種別販売本数っていう集計をやっていて、これが、 まあ今週のランクに30位までに入ってるやつの数字の合計が52万9726本ということで、2021年の同じぐらいの週が27万8831本、2022年が26万5293本なんで、一つ久しぶりに2023年が勝ってるという状態になってるんで、パッケージね、のゲームがやっぱ売れない、ダウンロードにみんな流れてるって言っても、やっぱりピクミンがね、今回ガツンと売れたおかげで、一応ね、純粋にこの2年 に比べるとこの夏休み入り口のところでね調子のいい年になったのかなというところで、まあ、この調子が続くかというと来週以降ピクミン以外にこうあんまりこう売れそうなタイトルが <laughs> 見当たらないのでちょっと難しいかなというところですちなみに今週発売されたタイトルというと「クライマキナサイキック5エターナル」 ディープワン、東方創人演技、ダブル東方幻想、マロク、ダブル、ダブルパック、<laughs> 止められるもんなら止めてみな、花咲ファークスプリング、流行り紙ワンツースリーパック、u o にディズニーイリュージョンアイランド、ミッキーフレンズの不思議な冒険、 夏物に20世紀の夏休みっていうね、ラインナップになってて、まあごちゃっといっぱい出るんだけど、僕の中では夏もんが一番話題になるかなというふうに見て、まあそんなに高い順位いかないとは思うんですけど、ただ、夏休み市場というのがあって、以前ね、 2021年に出た「クレヨンしんちゃんオラと博士の夏休み終わらない7日間の旅」っていうのが1週目に10万本超えしてるんですよこれが僕の夏休み的な需要なのかクレヨンしんちゃん需要なのかわからない部分もあるんだけどただ過去のね「僕夏」も割と。 僕の夏休み2、PS2 で出た2がね、13万とか言ってたりするし、まあその後はちょっとそんなに調子良くないものもあるんですけども、クレヨンしんちゃんだからっていうよりは、やっぱ夏休み乗っかってたところが売れてたというふうに考えれば、今回のタイトルも、夏ももね、ガツンとね、言ってくれるんじゃないかなということで、まあ来週のね、ランキングをちょっと楽しみにしようかと思っています。早部さんの、ね、タイトルも、まあ 全然ね、夏休みに関係ないタイトルも見たいんですけども、あの、ミレニアムキッチンさんのね、タイトル見たいんだけども、でもその一方でやっぱり、こう、今は、一個強みのあるものだね、こう、育てていくっていうのも一つの手なので、まあ夏休みっていうの需要があるようだったらね、今後もいろんな会社からいろんなキャラクターとかのね、こう、夏休みを出していっていってくれればな、というふうに思います。まあ、ドラえもんの夏休みでもね、のび太の夏休みでも <laughs> いいんですけどね、